描画ソフトウェアである。ベクターグラフィックスエディタとも呼ばれ、ベクターグラフィックスの編集に使われるソフトウェアである。主にマウスなど、ポインティングデバイスを用いて、コンピュータ上で画像を描く二次元コンピュータグラフィックスのアプリケーションで、内部表現をベクタ形式としているところに特徴がある。ドロー系ソフトとも呼ばれるが、これは、マッキントッシュ初期のグラフィックソフトであった。 マクドローを由来とすることによる。道具としての使いやすさを強調するときや、ワープロなど他のアプリケーションソフトの一部機能として使うときには、ドローツールという呼び方もある。また、マクドローやスーパードローなどの初期のドローソフトは、OS の描画機能をそのまま利用しているため、座標単位が荒く自由曲線が描けないなどの問題があった。 アドビーラストレーターやコーラルドラ、マクロメディアフリーハンドなど DTP 向けの高精度の出力を目的としたソフトウェアが登場することにより解決された。これらのソフトウェアはポストスクリプトに採用された三次ベジエ曲線の技術を応用している。ベクタ形式による描画機能はカナダドルソフトが先行していたが構造計算を行い設計を支援するための ソフトウェアであり、ウィジーウィッグによる自由な描画機能を期待できるものではなかった。1985年にマックドローが販売され、ついで多くのドローソフトがマッキントッシュ上で開発された。1987年に DTP 出力を目的としたアドビーイラストレーターが発表されたのを皮切りに、翌年にオーレダスフリーハンド、1989年に コーラルドラなどが発売され、ドローソフトの主流になった。一方、ウェブ上のベクタ画像の標準である SVG が W3C により策定されると SVG の出力を目的としたキロストレーターやソジポジ、インクスケープなどが主にオープンソースにおいて次々に誕生していった。ドローツールを備えたソフトウェアは必ずしもドローソフトとは限らない。 例えば、ワープロソフトである Pages は、ドロー機能を持っており、簡易ドローソフトとしても利用できる。DTP ソフトの代表格である Quoke ス x p r e s s は、バージョン4以降、簡単なページ収集を目的とした、ドローツールを追加した。また、一度限りのチラシやパンフレット程度であれば、専門のソフトウェアを使用するより、ドローソフトで作成した方が簡単な場合もある。 一方、ドローソフトは、ダイアグラムの編集にも応用されることが多いが、マイクロソフトビジオやオムニグラフル、ディアなどの強力なダイアグラム機能を搭載したソフトに、比べると、自動描画機能が劣る。また、マイクロソフトワードなどのワープロソフトは、ダイアグラムの作成に共するためにドローツールを持たせる、ことが多い。マイクロソフトパワーポイントや、 マイクロソフトエクセルのドローツールはワードに比較し安定しているためドローソフトの代替として多用されているカナダドルソフトはドローソフトと互いに影響を与えながらウィジーウィッグによるドローツールを強化してきている 3DCG ソフトウェアもまた 2D のドローソフトの延長線上にあるドローソフト自体の普及率は決して高いとは言えないがドローツールの機能は 数多くのコンピュータユーザーに浸透していると言える。ラスターグラフィックスエディタはよく、ベクターグラフィックスエディタと対比され、両者の能力は互いに補い合うものである。ベクターグラフィックスエディタは、グラフィックデザイン、レイアウト、タイポグラフィ、ロゴタイプ、鋭角的な芸術的イラストレーション、テクニカルイラストレーション、ダイアグラム、フローチャートなどにより適している。 ラスターグラフィックスエディタはリタッチ、写真加工、写真のようにリアルなイラストレーション、コラージュ、そしてペンタブレットを用いた手書きのイラストレーションにより適している。今日の多くのイラストレーターはペインターやフォトショップを用いてありとあらゆるイラストレーションをこなす。フォトショップやペイントショッププロ、ジンプなどのラスターグラフィックスエディタの最近のバージョンは ベクタ系の機能もサポートしており、またコーラルドラやアドビーラストレーターのようなベクターグラフィックスエディタも徐々にラスタ系のソフトウェアにしかなかった機能やアプローチを取り入れるようになってきている。ありがとうございます。